ヤッホー YouTube、 どうも直樹です。さて今日はですね、ちょっと変わった感じ、スラムダンクの、僕バスケやってたんで昔、スラムダンクの、湘北のメンバーの5人ですね、あのスターティングメンバーの5人のヘアスタイルをちょっと見ていこうかなと思います。いくつか、うん、いくつかっていうか5人分ね、見ていこうかなと思います。で、まず、まあ、主人公の桜木花道ですけど、桜木花道はあの何だったっけ、床屋なんかで坊主にしたんだよね確か。そう、床屋なんかに坊主にしたからバリカン1本って感じもするけども、結構こういうツンツンした感じの丸刈りにするのは結構難しくて、要は汗かいてもちょっとツンツンっぽくなるじゃんみたいな感じですけど、普段使いするんだったら大体この鉢の部分だったりとか、鉢の部分とかからぐーっと多分後ろまで行っていいと思います。このこめかみ鉢の部分通って後ろ部分までは多分12ミリか15ミリぐらいの長さでいいと思います。それで一回バリカンで切って、あのガッといってあげて、そこから上の部分っていうのは頭の形にこう入ってきたりとか丸くなってくるので、手でちゃんと切ってあげないとダメです。手で切ってもらえるんですよ、バリカンで一気にいくんじゃなくて、手である程度頭の丸さを触りながら切ってもらって丸くしてもらう。である程度ここ12ミリだと多分 ここ12ミリとかで切るんだったら、多分上の部分って多分 1.5 とか 1.78 とか2センチいかないぐらい、2センチぐらいかなの幅の長さで切ってるんですよ。じゃないと丸くは人間の頭って来ないので、特に日本人の髪の毛って。なのであのバリカンでやるのは横まで、横も後ろもね、上のここの部分まで、そこからは全部ハサミで切ってもらって、セニングを毛先入れてもらう。で、まあカラーリングをちょっと入れてもらうような感じ。まあ赤がだからこれは似合うっていうか、あの桜木っぽくなるような感じですけど、まあ坊主って極端にただバリカンでやっちゃえばいいやっていう感じじゃなくて、バリカンって例えばさっき言ったの12ミリとか9ミリとかいろいろあると思うんですけど、で、やったら全部が同じ長さに切れるわけですよ。全部が同じで、単純に切り分かると思うんですけど、全部が11センチに多分バリカンでやったとすると、頭の形どうこう関係なくて12あの1センチになるんですよ。例えばもちろんここのね、耳後ろの骨が出てる出てないとかいろいろとあると思うんで、そこはまたビューさんとか相談しながらやってもらってもいいと思うんですけど、基本的にはこの上の部分がへっこんでたりとか、こう出てたりとか、鉢の部分が出てる出てないとかって結構多いので、そこまではバリカンでやって、上をちょっと長さをしっかりやってもらう方がいいと思いますね、うん。で、毛先セニングやってブリーチするなりとか、まあ、色入れたりとかするなり、まあ、ぶっちゃけ短い人だったら全然僕は、うん、それぐらい細かく手入れしてあげても全然いいと思いますね。坊主で美容室来る人全然いますしね、坊主だけども形をきれいに整えたいとか。なので、まあ、その辺は、うん、好みとか自分の好き好きですけど、やってもらっていいかなとは思います。で、ミッチーの時、ミッチーはまあ一番人気なんじゃないかな多分、うん、まあ本当に黒髪短髪です、これはもう完全に一番人気だよね多分、爽やかだし、まあ長い時、あのヤンキーの時はもう長髪ワンレングス、もうこうやってかき上げてやってたけど、あの頃はもうワンレングスベースでしたけど、この時はもう黒髪ショート短髪で、この質感とか束感ってなかなか難しいんですけど、人間でやると、あのね、もう中学生っていいですよ、なんかあいつがなんかもうちょっとマシになった髪型が多分ミッチーなんだよね多分、なんかボサボサみたいな感じでやってますけど、なんか長かったりとか、この辺がもうさっぱり短くして、耳もかけて、いらっしゃいもさっぱりして、ちょっと上の方だけ、ね、ツンツンみたいな感じにさせるのが、しっかり段を入れてあげて、でワックスとかで、あの本当にね、もうマットワックスとかで、マットワックスとかで本当にもう本当にちょっとつけて、もうさらっとして、もう本当にナチュラル、本当にシンプルザベストナチュラルみたいな感じの髪型なので、まあ、ミッチーは本当に男性も女性もみんな好きでしょ。大体嫌いな人は聞いたことがない、あんまりミッチーを、うん、まあ、うん、みんな別に嫌いっていう人は聞いたことないけど、ミッチーはやっぱかっこいいっていう人がいるし、やっぱり爽やかで、やっぱやっぱりみんながいいっていう、みんながいいっていうのには何か理由があるんで、やっぱり誰しもが安定して使いやすい髪型だとは僕は思います、うん、かっこいいよねミッチーはね。でルカワの時なんですけど、ルカワはもう最初からできた時もそうですけど、基本この目を隠すぐらいの長さ、まだ長さはあるじゃないですか、あって、基本そこからただのもう本当にマッシュっていうか、ワンレンマッシュベースビーって切ってて、耳にかかるぐらいな感じで切ってて、でボンノクルはボンノクルぐらいまで重さを残しながらも襟足を少し伸ばしてる。
で、それに対して全体的に多分2、3センチ、いや、もっとあるね。ダウンも結構切ってるから、4、5センチぐらいのダウンは全体的に入れてるんですよね。ダウンは入ってて、で、サラサラの髪の毛なんで、ちょっと癖がある人はストレートアイロンでちょっと丸めて全体的にまっすぐ、もう、要は放射状っていう、言うんだけど、放射状ってこう、360度。頭のつむじのところがいろいろとあると思うので、そこからもう自然に落ちる位置に下ろしておくって感じで、それでマッシュルームに切ってあげてダウンをつけてあげるっていうような感じで、これを持ってると結構みんなスポーツやってる男の子分かると思うんだけど、長くて邪魔なんだよね。漫画だからいいものの、長くて邪魔だから、まあ、そういう時はまあなんか野球選手とか、サッカー選手がやってるような感じ、ヘアバンドとかやってあげてもいいし、いいと思いますけど、まあ基本的にマッシュベースです。ムルカワはこの時からマッシュベースをもうやってたっていう、井上先生がすごいよね。何年もう25年とかもうそれぐらい前かな、スラムダンクって確か。の時からの永久の不滅の漫画ですけど、もうその頃から時代を先取ってたみたいな感じだと思います、僕は。で、僕はこの髪型やったことあるんですけど、りょうちん。かっこいいよね、りょうちん。で、これやる時は、もうがっつり、このね、鉢じゃないからね、鉢じゃなくて鉢の上、この黒目の上の部分ぐらい、黒目じゃないや、目尻の上、ここぐらいまでがっつり、この手から下の部分はがっつり切ってあげていいです。で、ここはバリカンでいっても全然いってあげていいです。もう3ミリとか6ミリとか短くかって切ってあげて、ここね、もし今っぽく、まあ今っぽくっていうかちょっとできるんだったら、多分ここで切ったらクリロナみたいになるんじゃない。サッカーのクリロナってこうちょっとラインっぽくピッて入れてるんですよ。あれみたいにちょっと薄く入れてあげてもいいかもしれない。で、ラインをつけて上の部分は短く残しながらもオールバックにパーマかけるとより分かりやすくなるかなと思います。まあ結構その伸びてきた時の処理がまた大変ですけど、それもまあできればっていう感じですけどね。しなくても全然別にそこまで短く切って上の部分を、要はこの乗っかってる感じなんですよ。乗っかってる感じがまたかっこいいような感じだったりとか、またアメリカンガイみたいな感じで、結構なんだろう、日本人っていうかアメリカっぽいとか、ヨーロッパっていうよりもアメリカっぽいような感じの結構髪型だったりもするんで、バーバーみたいなね感じもするんで、バーバーとかだと結構やってくるんじゃないかな、結構かっこよく。今時のバーバーってすごいかっこいいし、美容室よりも普通にこうなんだろう、男らしい髪型だったりとか、かっこいい髪型って結構あるから、そういうとこでやってあげてもいいと思いますね。僕はもう五輪とかまで短くしてあげてもいいし、ここを極端に短くするのが多分僕これポイントだと思います。上に乗っかってる感を出すために、甘くもう今のこういう、ね、長さだったりとか中途半端に長いんじゃなくて、もうがっつり短くしてから上をオールバックにしてあげるのは僕は一番かっこいいと思います、両親は。ピアスとかね、このグリーンのピアスとかしてたし、前そういうような感じにすると僕はかっこいいかなと僕は個人では思います。でまあ何言っても言わずゴリは角刈りですね、完全に。両親と同じぐらいまでもうここまで買ってあげていいです。もうこれグッと買ってあげて、その上に角刈り、もうがっつりシンプルイズザベストの角刈り。でもここまでこれってすごいよね、おでこより広いね、おでこより広い頭の大きさしてんだよ。だからおでこが逆に言えば狭い人の方がいいかもしれないですね。これまでだったらおでこってこう狭いでしょ、2、3センチとか、おでこの幅よりも頭の幅の方が広いから相当剛毛なんだろうね、これゴリって。一巻の時とか見てみるともっと高いからね。それぐらいがっつりやってんだけど、角刈りにまず切ってもらって、角刈りに切った後にこの時ってちょっとここほら端の部分でちょっと丸くなってるでしょ、シャキーンってきて角じゃなくてシャキーンってきてシュッとこう丸くなってるでしょ。ここポイントね、あんまり角刈りしすぎずに、角刈りなんだけどもちょっと柔らかいようなここの丸みのところ、丸みをちょっと出してあげる。でちょっとだけトップのちょっとだけ長い、これポイントですね。ここまでできちゃうといいかもしれない。まあなかなか剛毛じゃないとなかなか難しいですけど、要は南米の髪質だとかじゃないとなかなか難しいですけど、まあ、もし挑戦する人がしたら勇者だったたえます僕。まあ、できたらかっこいいと思いますけどね。ただ幅的にはおでこの 1.5 倍ぐらいの長さの頭の長さだと思っておいてください。ということで、またね、バイバイ。